皆さんごきげんよう、ラバルルでございます。はい、ということで本日もですね、ラバちゃんはユーロトラックシミュレーターのプロモットを開いております。まあ、前回ご紹介しましたこちらのゴールドパーツを使いまして、白金のやつ作ってみました。めちゃめちゃかっこいい、これかっこいいよねこちらの方使いまして、まあ、本日あれですね、前回のプロモットの、こちらオーロラですね、見に来たんですけども、まだ見れてないので、まあこちらの方からお仕事取りまして、オーロラが見れるかどうか分かりませんけども、ちょっとねまったりとやっていきたいと思います。まあこういうのはね、もう急いでもしょうがないんで、まったりとやりつつ、何かねお仕事があればやっていくというところでございます。近いの行きましょう。ホニングズウォーク行きましょうか、じゃあ。オッケー、あ、ちょっと待って。なんかすげえおかしいことになってんじゃないの、これ。大丈夫？はい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 。はい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 。オッケー。さて。いや、久しぶり。左方向です。はい、了解。左方向です。左方向、了解。最近ちょっと私あれなんですよね、あれ、ほほほ、あ、ちょっと待って、直進です。これあれだ、ちょっと最近さ、もうディープコーンにしてからさ、あれなんですよ、あの左右見るやつをちょっとあのマウス使うようにしてんですよね。で、こちらの設定をしたい。正面を見るを、これ。あ、OK。これで OK。で、するとこれで戻せんだよね。楽。これ左右確認とか、こうやってやって、そのまま戻せるんで、意外に楽なんですよね、これ。危ない。この先、右方向です。了解。右方向です。ちょっとこう楽にね。いやーでもすげえな、やっぱり。もう氷河みたいなのあんじゃないの。あ、飛行機。いやーでもプロモットマジ綺麗だなー、これ。これはちょっとね、皆さん本当にまあまあまあ毎回言ってるかもしれませんけども、おすすめでございますよ。そしてあれですね、例によってまたガソリンがないじゃないの。目的地に無事到着しました。はい、無事に到着しましたよ。でもフライトマーケットで取ってっちゃいましょう。 OK、 安全運転を心がけましょう。安全運転、了解。まったりと、ポラリスラインズということで、ポラリスさんの荷物を運んでいく。で、さてさて、まあ前回ね、あのパリ郊外元をあのフォーミュラーハンドルでね、出発します、運ぶなんつってやりましたけども、まあ思いのほかねできたんですよ結論ね見た方は知ってるかもしれませんけども、で、まあ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 ディープコーンに戻しまして、やっぱりこう大きいハンドルの方がね、あのなんだかんだ言ってね、やっぱトラックっぽいっすよね。なんかガヤさんのあの新しいあのコックピットの筐体でユーロトラックシミュレーター用になってましたけど、ハンドルがこうウィッとね倒れててるやつね。この先左方向です。あれ筐体であれの角度出せるんだったらあれいいよね。いやでも俺これあれなんですよね、レースゲームもやるんで一概にあれですけど、このなんでしょう、トラック専用のね筐体の形にはできないけど、
あれやっぱシミュレーターの筐体あんだけあったらやっぱできるんでしょうね、あれね。いや、あれぐらいできたら楽しそうだな。いや、将来的にやっぱあれですよね、こんだけ私もね、ユートラにお世話になってますんで、直進です。やっぱああいう筐体ね、あの外人のさ、これユートラしかできねえだろお前って、あ、ユートラじゃねえ、アメトラだね、それしかできないでしょっていうような筐体作ってさ、ちょっとやりたいですよね、これユートラね。これはもうね、ほんとね、左方向です。アップデートでね、どん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 とね、新しいゲームになってくっていうパターンなんですよ、これ。左方向です。普通ゲームってさ、新しいタイトル出すじゃないの。そうじゃなくて、この今やってる、このユルトラキシミュレーター2のアップデートでですね、すべてが新しくなっていくと、なんならね、モデリング新しくなっていっちゃうとね、ワンチャン新規ゲーム開発してんのとね、同じ感じになっちゃうんですよ。ね、ましてや、もっと入れられるじゃない。ね、だからそこら辺やっぱさ、モッターの方々ってね、やっぱりこのゲームを、このユーロトラックシミュレーターのゲームをね、やっぱこう常に新鮮に保つためのね、すごい非常に重要なコンテンツをつね、担ってると思うんですよね。うん、ていうか氷河だねこれ。ちょっと待ってください、これすごいんじゃない。氷河だよ皆さん、これすごくない、これ氷河でしょ、これすごいね。氷河が、これも思いっきり氷河ですよ。これはすごいね。こんな氷河作るのすごいね。これはすげえわ。よいしょ。エンターで、どっち行くんだこれ。バルデってどっち、あ、どっちでもいいか。じゃあキルケネス行きましょう。当たりか分からんけど。ああ、びっくりした。クラッシュしたかと思ったね今ね。一瞬止まりましたもんね。オッケー、じゃあ行きましょうか。さてさて、これ多分ね、出るまでマップ出ないんですよ多分。でこれ多分右側っしょ絶対。うん、絶対に。さて、右側あれですね、車がフェリーに乗ろうとして待っている。ノルウェーに入りました。はい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 。さて、あ、ごめんなさい。ごめんなさいごめんなさい。さて、あ、ちょっと待って。引っかかってる？まさかの？引っかかってますね。ちょっと待って。ジープのコンパスみたいなのがありますけども、よいしょ、ちょっとこっち側から抜けていく。あ、オーケー、ナイス、あ、ナイス。いや、でもこれ思ったんですけども、これラバちゃんこっち側でいいのかい、どうなんだい、どうなんだい。ガソリンあとわずか、了解。ガソリンがあとわずか、キルケンです。来ましたね。ちょっと待って、またあれですよ、大きくいかないとやばいよ。あ、ごめんなさい、ポリポリ。悪いなポリ。ちょっと待ってろ、何、450キロ結構あんじゃないの。まあいいか。ワンちゃん、あれですからね。ちょっと待ってくださいよ。オーロラを私見なきゃいけないんですよ。あ、ごめんなさい、ごめんなさい。危ねえ。オーロラを見なきゃいけないんで、ちょっと空もね、見ながら、行きましょうか。
キルケネスはあれですね、初めて来た場所っぽいね、これね。ロータリー2番目の出口、了解。任せといてください。はいと。出口です。出口、おいと、危ない。OK。いや、いいですなぁ。この感じ。素晴らしいじゃないの。北欧の田舎町っていう感じですなぁ。村だね、これはね。いや、いいわぁ。ほんと。素晴らしい。素晴らしいね、ほんとに。綺麗な湖。いやー、こういうところに住んでね、こうやってゲーム実況なんてやってね、生活できたら、そらいいですなー、これ、ヨットなんて乗って、素晴らしいじゃないの。いいよねー、こういうの。いい人生。さて、このまままっすぐ行きまして、何かしら。いい具合のガソリンスタンド探してるんですよ、そういえば。オーロラも探してガソリンスタンドも探してっつってね、ほんで景色を楽しむ。直進です。はいはい。いやでもやっぱ綺麗ですな、ほんと綺麗。いいね、いい感じ、すげえいい感じよ。いやでも本当にガソリンまずいね。ガソリンがマジでまずいな。ちょっとギア上げてきますよ。でもこれあれか、回転数関係ないんだよね、多分エンジンね。これ多分走行距離でしょ、多分。って考えるとエコ走りとかあんま意味ないね、わざわざに。大丈夫かな。ちょっと不安になってきたわ。さてん、でも途中でオーロラが見えるかもしれませんので、これはこれでありということで。でもここら辺も景観綺麗ですな、俺。こちらでまたね、サムネポイントをね、見つけていきたいね、これ。あら、きれい。あら、きれいですよ。皆さん、なんか見てますね。はーい、どう。ガソリンスタンドがありそうな雰囲気全くないけど、大丈夫かなこれ。このポールの外行ったら落ちるってことでしょ、これヨーロッパで言うね。はい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 、坂道なんで大丈夫。気合入れて登ってみなさい、気合入れて。いやでもすげえなー、これ景観がすごい。ワンチャン抜けんじゃないこれ。まぁ、ちょっとね、見晴らしがいいところ出ましたらちょっと見てっちゃおうかなー。さて、おトラックスピード上げましたね、素晴らしい。いいじゃないの、いいじゃないの。いやでもプロモットはやっぱりあれですな、かなりかなりの勢いでリアル綺麗。あぶね、あぶね、曲がんのそこで、それはあぶねえわ。
危ないですよ。休憩所。過疎さなかったかい？普通に抜いちゃったけど。まあでもパーッと行って、ガソスタがあったらそこ入っていきましょうかね。いやー綺麗。いやーこの景色いいよねやっぱね。ほんとプロモットはねほんと綺麗。これバニラの拡張でここまで綺麗なんだったらほんとね優秀ですよ。まああのプロモットのねほんとポイントってあのロードトゥエイジアとかもそうだったんですけど、あの結局拡張なんですよね。マップモットなんだけど、あのバニラのマップをプラスして拡張する、まあマップモットなわけですよ。っていうのはね、何気に珍しくてね、普通あのね、PGA もそうだし、バートランドとか、あの、ユートピアもですけども、あの、独立したね、マップなわけですよ。で、またそれがバニラ拡張ってなると、あの、普通のね、あの、バニラの、ヨーロッパ？イタリアとか、フランスとか、パリとか、まあ、パリの、フランスのパリだけどね、ドイツとか、そういうところも楽しみつつ、この北欧とかね、アイスランドとか、また他のところ行けるわけですよ。はい、ミッケー。あそこで、ガソリン入れていきましょう。だからそういうところってね、珍しいんですよ。出口です。あ、ごめんね。新しいルートを検索します。わかるわかる。ちょっとね、ガソリンを入れたいんだよ。Uターンしてください。はい、Uターンわかるわかる。ちょっとだけ待て。ちょっとだけ待って。どっからだい？見えない！あ、そっちね。OK、OK、OK。じゃあ、一回バックしましょう。なので、そういうのがあるので、本当にね、バニラのこのマップ楽しみつつ、結構こういうね、ヨーロッパの街並み、この北欧の街並みとかね、楽しみつつ、いろんなね、この、やっぱり、コンテンツとして、楽しんでいけるっていうのはね、やっぱいいことだと思うんすよ。私。ねえ。あ、ごめんなさい。ロータリー、一番目の出口です。出口です。ロンガロンって当てちゃいましたけど。はい、ということで。OK。 いやーでもいいですなー、これロボットいいよねー、ほんと。いやーでも期待してなかったんですよね最初。ここまでねちゃんとしてるマップモッドだと、やっぱねアメトラのプロモッドを、まあ、プロモットではないんだけどね。アメトラのさ、やっぱ、拡張を見てしまったので、でかいよね。その、アメリカの拡張ひどかったからね、あれ。この先、左方向です。マイアミとか良かったけどさ、マイアミ以外とかね、全然だったわけですよ。左方向です。あ、OK、左、任せといて。OK。 さて、ここら辺でオーロラは見えないと。 OK、 オーロラチェック終わりましたよ。この先右方向です。了解。オーロラ見れないね。右方向です。姉ちゃんはあんなしょっぱなで見えててたのに、ラボちゃんはなんで見れないの。右方向です。いやでも綺麗な山脈。まあね、まあ、でもゆでちゃんに一応ね、俺見てないけど
オーロラの写真撮ってもらったんだよ。まあ見れなかったとしてもね、まあいつでも来れるから、いつでもね、北欧に来たらオーロラチャンスがあると思ってればいいんですよ、皆さん。ねえ、見れたらラッキーと、見れたらね、なんかいいことあるんじゃないのなんつって、また日々のね、朝の占いじゃないけども、うん、見れたらいいことがあるかもしれませんよなんつって、やっぱね、走っててこのさ、フロントガラスのさ、左方向です、ところから見れたらまた違うじゃない。牛さんの声が聞こえる。もうーって言ってましたね。もうーって言って、さてん、288キロ。やっぱりちょっと今回の動画も若干長くなるかもしれませんな。ね、2K でやってるんで、結構でかい動画になってしまいますけども、アバちゃんはこれでね、動画を切っていくなんていうヤバなことはしませんので、皆さんね。ちょっと距離感見誤ったね。距離感を。見誤りましたね、アバちゃん。いつもね、うまい具合にですね、まあ、20分弱で収まるようなね、尺で、作ってたわけですけども、残り275キロというところで、あ、ちょっと待って、あぶないね、あなた21分と、さて、じゃあ1回かぐらいあれかね、休憩して残りまたまったりやっていきましょうかね。どっか休憩できるところを見つけて、あ、でもここ綺麗だね、ちょっとここら辺で写真でも撮って、あれかな、どっか撮れるとこあるんじゃないの。あ、ちょ、ここ綺麗じゃない、あ、ここいいっすね。じゃあここでちょっと一回寄せます。えー、よいしょ、あ、あそこ行けますね、ごめんなさい、ちょっと待ってください、あそこで休憩しましょう、ちょうどいいとこあるじゃないの、ここ、キャンピングカー止まってますよ。ちょっと入らん、ここ、でもこれトラックで入るような場所なのかな、これ。よいしょ。ごめんなさいね。あ、なんか、寝るとこなんだ、これ。あ、すげえ、ワンちゃんとかいるじゃないの、奥。あ、すごいじゃないの、すごいじゃないの。すごいところに止めてますね、あなたたち。まあいいけど。オッケー、いや、きれい、これきれいですね、あ、素晴らしい。はい、ということで、まあ、本日ね、またプロモット、ちょっと歩行の孤島のところからね、またお仕事を引き継ぎまして、ノルウェーの方に戻ってまいりました。オーロラはまだ見えませんけども、めちゃめちゃいい景色のところで、ちょ、今回はね、一旦休憩しまして、引き続きね、オーロラを探していきたいと思っております。ということで、まあこちらの動画ね、面白かった方はまた引き続きね、やってきますんで、チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。ということで、オーロラを見れるのはいつになるのか分かりませんけども、頑張っていきたいと思います。では皆さん、またラバちゃんのですね、エロトラックシミュレーターでお会いいたしましょう。じゃあみんな、あ、してるぜ。